今日のゲームは何ですか？なんか来た。あーシンプルランダム抽選だぜ、でも多分モロゲンカさん、エヴァンで凱旋実戦行ってきますマジここのは俺たちの指定席みたいになってる勝てない STD でーっつって金だけ使ってる感じだった。うわうわ、また引いてるよ。ろくなことやらねえな、ほんとに過酷な。ゴタ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 、上から2番目、あーチャンス。まあ、ゴタ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 、海外のサッカーの実況ゴゴ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 ゴ。8枚目です。なんで俺、財布の時ばっかこうなるかね。やるー、来たー、やるうわ、通常時の扉です。俺が通常時の扉です。じゃあもう渾身の一打お願いします。いきます。なな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 、ここ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 マイク食べる。やったありがとう。1155ゲームでゴッド揃い。いくら使いました？2000円。ってことは42か4万2000ですよね。で今4万4000だから 88?86?86 か。いや、マリモさんが引いたってことは僕も引ける。そうだよ、そうだよ。リンクリンク。だってあと引いてないのはモロゲンだけだから、うん、ディレクターもね、うん、うん、そうだ、おまけで引いてくから。今日は3人でゴッド引けたねって言って帰ろう。そうだ。はい、収支をですね、はい、ちょっと今出しまして、まとめてもらいました。9000円まで、あのパチンコ会までですね、はい、でちょっと振り返ってみようかなと思うんですけども、9戦やりまして、はい、私が5回、財布番ですね、ゲンズが4回財布番やってるということなんですけども、はい、まあ、ほとんど1対1ということで、はい、まあ、初戦から見ていくとですね、ここは一発目からいったね、8万5000円使いました。これね、まあ、9戦全部のこうパって出てるんですけど、やっぱ投資額が明らかにおかしいんですよ何の力が働いてるのかなってぐらい、ね、僕の時の投資額はやっぱりどう見てもおかしいんですよ ね初回がこれだからね、そのミリオンゴッドの8万5000円ですよね。まあ、ここだよね、はい、でまあ2回目がマリモさん、僕でプラス2743、おかしい。で3回目がやっぱあなたすごいね、これね、おかしいですよね。また投資が8万4000円でしょ、ね、回収型だこれね、1095万円、これは奇跡ですよ、ね、これはただもうこれはね、もう二度とああいう目には会いたくない結果戻ってきましたけど、それまでのメンタルはやっぱね、ボロボロになりますよ。で4回目が僕が財布番で4000円です。おかしい、やっぱおかしい。でまあプラス2000倍、おかしい。で次も、次はゲンズか、はい、窓巻きですね、まあ、1万4000円で900万円、ちょっと落ち着きましたね僕も。ね、ちょっと激しさが消えたこの時はね、だいぶ楽でした気持ちが、ね、でこれほんと交互に来てんで、その次俺でしょ、はい、でこれがゴッドで3万6000星のマイナス1000枚、初めて負けました、初めてマリモさんマイナスになりました。その次はまた聖夜で、これあれプラスでしたよねこれね、プラスだってプラスの696枚ですね。でまあサムネと、なんだかあれはコードギアスか、忘れちゃったんですか書いてないから打ちたい打ちたいって言ったのにでここもやっぱ使うね、6万くらい、なんだかんだやっぱ使いましたよね。しかもあの、まあ、ボーナスプラス ART とかだからそこまでいかねえのかなと思ったら、外線とかの方が使いやすいっていうだけで、やっぱりダメな時は使う、使いますね、どっちにしろ結果ね、うん、でこれ2600倍のマイナスで、はい、パチンコ会の9回がやっぱ7万円ぐらい投資して、まあ、パチスロでいうと2000枚ぐらいのマイナスかな、ぐらいのマイナスですね。これでもこの沼の時は大移動がなかったら10枚入ってますよ入った、ね、結局早かったもんね、平山さんがあれを当てて、うん、じゃあこっちの方がいいんじゃないかって言って移動して、それが当たったじゃないですか。だからあれをな
あれがなかったら移動しなかったかもしれない。10枚入ってますね。天竜行っても同じことだと思う。だから彼はこの時だけはいい働きをしましたさあで、まあ、これ9000をトータルしますと、おお、めっちゃ口とんがってるな。どこ行かないな。口がアッみたいになってるブリ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 するなっつって嫌なものがあるって腹立つな、なんか腹が立ってんのがさ愉快なのかよく分かんないんだけどいやこの結果見たらちょっと愉快には僕なれないですよ。そうですか、僕はですねなんと2123枚プラスでございます。上手。対する財布版で上手ですね。対する諸積ゲンズブル君はなんと823枚のマイナスでございます。おかしい、おかしいよ。ブリ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 やりたいだけになってきた。3000枚差ありますからねこれで、勝率ほぼ変わらないのにね。あトータルするとまあ1300枚ぐらい勝ってるんですよ。1回あたりだからまあ150枚くらい勝ってんだよね意外と前線してんだけど、うん、個別中心すると3000枚も差が開いてしまって。だからマリモさんはその自分の財布じゃない時にしっかり負けてるんでしょうね。あそうだね、だから財布版この番組ではやっぱ一番上手なやり方だ。やり方、うん、だからどっちかがやっぱ損しますから。どうしても、あと多分俺の財布版の時に頑張ってくれてんじゃない。あそれは確かにその可能性もあるよね。ありますね、うん、で自分の財布版の時になんか釣られてダメになってるみたいなの、うんうん、誰も頑張らないそう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 。まあでもトータルプラスは立派だと思います。そうだね、僕も言うほど負けてないですし、まだね、うん、もっと負けてると思ってた。そうです、800枚がやったら一戦でね、いくらでもこうひっくり返せますから、うん、ということで、はい、まあ、通算今のところ通算結果こんな感じでございました、うん、はい。天国準備かな。あ天国準備っぽいデメが出た上で前兆が、これは熱い。来い来い来い、これは当たっててほしいよ。仕留めてるでしょこれは。ほら信じよう。よっしゃ、だけどよし、いやあぶねえ。581ゲーム、あぶねえ。いやー白か。やっと2人揃って GG ですね。そうね、これがなぁ、どうにかこうにか伸ばせれば。そうだよ、こっからだよ。おっ下から2番目、ステージ選手を。ステージじゃない、お2番目、2番目、いや、ちょっと覚えてない。いやいや、2番目だった。上から2番目、下から2番目、下から2番目、中段コットでもう満足。ゴゴ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 ちょっと意地悪すぎますよ。渾身の中段キナナからの当たりでさ、絶対今もらったと思ったもん。ちょっと今のはこいつ悪いな、こいつ悪いよ、こいつ悪い、こいつ悪い、今のは良くない。もうちょっと人の気持ちをね踏んだ挙動を示すべき。踏みにじってますよね。絶望しか与えない。お、煽りが来てる、煽りがまだついてる、続け、あーダメ、あ、ある、ある、よし、リベンジチャンス。お前お前もうちゃんとしろよ。そろそろいいだろ。7グループ、まずは。あー鏡が出ない。ここは小手調べで人気目じゃない、まあ、軽くね、軽くワンゴール。これは序章です。そうだね、僕はハットトリックを決めてきました。おお、来たね。ボタンが全然ないですね。しかも7も出ないし、ね、V サイン、V揃い、
おお来たね来たね来たね。すげえ。ここ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 来てる来てる来てる。実況が盛り上がってきました。もうメッシかモロケンかな。これで激アツだし、まだ足りない。これで足りないぞまだ。1回のジストップで2回リーチュウやすげえわ。決めろ決めろ決めろ、ハットトリック決めろ。決めるんだ。来たよ。鏡はないけど来たよこれ。あるぞ。あの時の1470運ゲームでのそうだ、ジストップ思い出すか。あれ思い出せば5分の1は止めれる。いきますよ。あハットトリックならず。くそー、ならずも2セットだからね。2セット合計3はいきますね。1547枚。ラスト。あーやはりないか。どうする。いやもうさすがにそれはやめじゃないですかね。そうだよね。うわーリプヨン、またさっきのジレットかな。まだハフトドリックは決めてないぞ。ゴゴ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 ゴ、きた。うめえ、きた。うますぎる。マリモさん実況お願いします。俺が勇気湧いてくるあの実況。わかったわかったわかった。いきまーす。あーここも左を出さないと。さあ、おおゲッ、リブロック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 。もう一回もう一回もう一回リプレイを、もう一回リプロック、もう一回リプレイを。久々見た。ああ、いやいやいや、あっ、まあとりあえず G ストッパーもう一個ついてくる。おゲンスゲンスパスゲンスゲンスゴールゴールゲンス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 5でもいい、とりあえず1個1個当てよう。ゲンス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 、おーこれ誤解やつ、長くね長くね誤解やつ、ちょっと今思ったんだけど。いや、やっぱ勇気が湧いてくるんですよ。本当ちょっとお願いしますよ。これ最後この時間帯、ほら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 、チャンコタカモゲンゲンゲン、ファースト中、ファースト中、ファーストブイブイからのゲンズ、ブイ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 ゲンズブイブイ、サンサンサンノーサンノーサン、長い長いなこれ、答えるなこれ、しばらく打った後のこれは。2つ消えるかも、ボタンかもボタンかも、これ右上がりで2つ消えるかも。2ボタン2ボタン、あーノーシングルシングルミラー、ゲンゲンゲッツミラーゲッツゲッツミラーゲッツノーゲッツノーノーイエーイ、ゴール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 、海外だって。じゃあ行きましょうか。頼むよ。いやこれでかいですね、チーストップもう一個ありますから。そうだそうだ、ここで頑張れば。いやでここね、今で4連まで確定したでしょ。たず1個乗せて5連、ゴッドと同じでしょ。ゴッドセルフゴッド、し頑張ります、頼むぞ、いきます、頼む。うわあ、炎か、なくはない、あるよあるよ。もう揃えないといけなくなった、早いねループの道がなくなった。おいおい、ナビ出ろよとりあえず。ストップストップストップ、流れが非常に悪い、ボール蹴ったね。応援してください、みんなでみんなで
現場で現場で盛り立てていきましょう。現場全体でゲンズ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 英語の語彙力がないからゲンズしか言えない。十分です。その声があればゲンズファーボゲンズゲンズメディウスメディウスゴー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 とりあえず10ゲームはエクストラエクストラゲンズ yeah, 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 ゲンズゲンズエクストラセンターリプレイエクストラバー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 センターリプレイ no, 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 no. お2分の1 2分の1 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 Go, 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 go カモンカモンゲンズカモンエクストラカモンゲンズおゲンズゲン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 カモカモセーフ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 20 20ゲーム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 なんで突然英語しか喋らない人かって。チェンジ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 残り8ゲーム8ゲーム残り8ゲーム最低8ゲーム最低ライトアップ7のおお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 おとりあえずキナナ引きましょう。いきますね。OK。わお。いいよいいよいいよ、もうバンバン揃えて。ああ、いってないな、これ。いやいやいや、まだ一発目だから。これ揃えよ、揃えよ。そっち、そっちが先だ。うわ、うわ、うわ、うわ。あ、そうそうそう。ダイヤが、ダイヤが、ダイヤが。おお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 どうかわかんない。キナナが引けなすぎる。キナナが引けなすぎる。エクストラかどうかわからないエクストラかどうかあーないないあー弱いよ引いたあまあまあまあでも OK ですよ。まあダイヤ3つ夢が乱れたね。ダイヤ3つもあるし。うわ7揃えなかったじゃん。へぇこれ乗ってれば。えなわけないよな。まあまあでもこれでとりあえず5連まで確定しました。あと G ストップでしょ。そうそう、もう1個ある、もう1個ある。いきます。最初はね。カモンカモンカモンゲンスカモンカモンカモンゲンス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 オーマイガーッ。ゴール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 。これで6連まで確定ですね。すごい。こんな凱旋動画なかなかないですこんなちょっとずつ派手な絵なのにちょっとずつしか乗らないこんな乗せるのはあんまない。こんな乗せ方
よしよしよし、残り5ゲーム、カットインまだなし。うわー、ボタンが前でボタンがある。あー、下から2番目、弱いっちゃ弱いが、弱いけども、 SGG が行かせなかったな。面倒じゃない、エクストラ、エクストラチャンスあったんだが、2セットやって7-0ですよ。俺もね、ちょっと今の一連の流れでね、全ての体力がほぼ残ってた分、使い果たした感がある。タリーズでコーヒーでも飲んでてください。いいのかな、うん、コーヒー代も、いいのかな、コーヒー代も出しましょうか。コーヒー代もどこまで、とりあえずこれはやめちゃうよ。はい、何枚ですか。473。 OKOK。さあ、モロゲンがもしかしたら逆転するかもしれないという、希望を託して突っ走ってるんで、まあ、僕はちょっと店内状況のチェックに回ろうかなと思います。まず今日もう一つの広報機種だった装填の剣ですね、ポンヨ3台あって、3台ともね、今のところコイン持ってるんですよね。 2台はあの2箱を持ってるみたいなんで、こっちの方がもしかしたら戦えたかもしれない。私たちが打ってた、凱旋ハーデス、まあ、ハーデスの方がでも変わんないかな。凱旋も、凱旋この台すげえな、何箱出てんだろう。ドル箱、千両箱3つ、持ちコイン2000枚、6000枚だそうです。さあ、そしておなじみの聖夜は結構みんないい感じだぞ。聖夜は今日いい感じだぞ。そして絆、角の方が強い、角の方に固めてるとかもあるのかな、特徴として、まあ、ここではもうちょっとね、凱旋でリベンジするまでは凱旋打つような気もするんだけど、位置的な特徴とかも覚えておいてもいいかもしれないね。いやー、もう喜びを隠せない。いや、よかったー、よかったねー。いや、だって最後結構ね、俺やめてからだいぶ時間待ってましたよ。そうですね、分かってた分からプラス3つぐらいは出てきてくれたのかな。だからまあ SGG は結局、うん、まあ行かせた方にはなるんじゃないかなと。そうだよね、ような内容ではありました。先に言っときますけど、結果はマイナスです。あ、マイナスですか。足りませんでした。そうか、足りませんでしたけれども、うん、僕はもうこれで明日もパチスロ打とうって思える。あの最新部まで投資が行った時と全然違うもんね。そらそうですよ。このね、このトーンじゃなかったもんね。なあ、それはしょうない、しょうない。あなたつはしょうない、そのことはそれはしょうないでお願いします。何回言うんだよ。お前カメラ回る前から。お投資が4350枚、8番、ね、2人合わせ10枚目がも入っちゃいましたからね。そうだね、危険でしたね、あの時。本当になんだこの番組って思いましたけどね。入ったマイスで言ったら番組最多だもんね。で、帰ってきたのが2人合わせて、はい、3751枚。おなので599枚のマイナスでした。いや、終わってみれば、これは大きい。僕の今後の人生においてこのね、この浮きは大きいですよ。いや、でもあの展開で、だって俺初当たり2回だから、俺の代。いや、マリモさん、うん、まあ、コット引いてくれて、うん、姉がきっかけで伸びてくれた、我々の持ち込みできたっていうのもあるんですけど、やっぱ闇芝居からちょっと調子おかしいなんだよそれ。あら、呪われてる。じゃあ全部こいつが悪いじゃん。一回二人で、あの仕事とかじゃなくて、一回二人で下丸子店行って、うん、ちゃんとこうやってやってきた方がいいですよ。本当にあれから、あれはそういう代なの。いや、あれはもう本当に怨念が詰まってますから。役物に呪われてる。なるほどね。でも考えてみたら、まあ、ゴッドもそうですけど、始まりはヤドゥでしたね。あれでしたね。そうだそうだ。なんだっけヤドゥってどこで出たんだっけ。え、僕があのゼウスステージのあたりが出る前がヤドゥだったんですよ。
そっか。セイントセイヤの時もヤドゥだったし、うん、ヤドゥは爆裂のサインなのかもしれない。お前さ、闇芝居ってこじつけすぎなんだよ。だから2人とも下丸子と行ってこうやってやった後、ヤドゥさんとこ行ってこうやってやった後遠いわ、九州じゃん。それはさておきまして、はい、次回ね、3人でちょっと怖いけど、怖い、今日の感じ、この流れを引きずると怖いですけ ど、 でもそろそろ勝つと思うんですよ。そう、ね、番組始まって以来ですよ、3連敗で11回目じゃないですか。メモリアルな回になりますよきっと。そうですね、まあ、できればやっぱりそのゲストの人にその比率級を味わってもらうためにも最後になってほしいところですけど、それはもうそうね、公平にやらないと、うん、そうそうそう、ゲストだからもう財布番ってなると、それはちょっと僕らが楽しちゃうんで、誰も来なくなるよ、そんなことしたら。もうあいつらと関わんねえよってなるよ。多分10万ぐらい使いますけど、いいですかね。10万でちょっと済まねえじゃねえか、しかも3人なら。いやでもちょっと勝ちたいですね。そうね、次勝って、はい、まあ、いい番組だと思って帰ってもらえるように。そうですね、あ、そうか、そういう、まあ、僕らのまた役目もありますからね。そういうことで、次回11回目の収録は、はい、女性ゲストをお迎えしての回になりますんで、さあどうなるかお楽しみということで、はい、また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。